どちらさんもようござんすね。おう、どうぞ入ります。勝負様。どうなさったじゃないわよ、こんなところで油売ってても。悪かったですね、こんなところで、こんなところで。あったね。これはお父さんからの手紙。そうよ、だから早く見せたかったの。あ、読んで。ちょっとお茶まだ。はい。こんなとこって言ってる割には便利に使ってるわね。ほんと、我が愛しのシーネよ、元気にしておるか。聖なる温泉は日々父の傷を癒してくれ。いつの日か親子三人で暮らせる日を夢見ておるぞ、父より。いいなあ。あ、いいなあ、シーネちゃんはお父さんとお母さんがいて、私お父さんお母さんと温泉に行く。チャチャさん、それは無理なのでは。ババンババンバンバン、行くんだもん。旦那をやっつけてお父さんお母さん助ける。温泉チャチャ。ところでチャチャ、あなた大魔王の城がどこにあるか知ってるんですか？私知らない。あ、おいしい。落ち着きましたか？本当にチャチャったら慌てんぼさんね。しかし、こんなのどかな風景と地続きに大魔王の城があるとは信じられませんね。大魔王はお城に魔法をかけ、何人も近づけないようにしたのです。それじゃあ、お城へはいけないの？いいえ、一つだけ方法があります。え？しかし、それは長く厳しいものになるかもしれません。ちっちゃ、あなたにその覚悟がある？あります。あるぞ。この僕がチャチャさんを守ります。俺だって。先生、教えて。それはこれだ。え、いいや、受け取れ。さーて、私はお茶の代わりを。あー、先生。よいしょ。時が来た、時が来たんじゃ。あれ、みんなどこへ行ったんじゃ。みんな死ぬかと思った。おお、みんなお昼寝中じゃったか。違う。それにしてもこれ何かしら。スタート、ゴール。そしたら、あれはお城への秘密の道を織り上げたタペストリーなんじゃ。3、4、5。おじいさんの昔はお城に？大魔王の城はかつてジーニアス大王のお城でした。大王様はお城が異変に襲われた時の用心として秘密の抜け道を作り、それを記されたのです。うまい。ああ、よければもう一杯。やったー、4。お隣、お隣、お隣、早くおいでよ。お隣さんなんてせこいまね。僕が狙うのはズバリ一つ屋根の下。え、ひっざ、波上がれリリアのバカめ。シーネちゃん、シーネちゃん、どうしたの？早くしろよ。おう、やらいでか。それじゃあとにかくこの道をたどればお城へ行けるのね。その通り。大魔王によって普通の道が通らされてしまった。今城に行く道はこれしかないのに。許せ、許せ。じゃあ気をつけていくんですよ。はーい。し
シーネちゃん、気をつけるのよ。はい、お師匠様。問題は、あったの。撃てない。アホ、使えない地図ね。はい、ですから。あ、さあ今度こそいいでしょう。気をつけていくのよ。はーい、じゃあな。行ってきます。ルルンタルルンタルンタッタルンタタルルンタルンタッタ。地図の通りに行けばいいんだから簡単よね。果たしてそうでしょうか。え、頑張るんですよみんな。これは何だす？スゴロクでやんすか？これはジーニアスが作ったこの城への抜け道だ。おそらくチャチャたちもこれと同じ地図を持っているはずだ。それは一大事。このままならな。これで悪しき者しか通れん。地図に魔法をかけたからね。これでチャチャたちはこの城に来られないでやんす。いや、これだけでは生ぬるい。これをもって真実の鏡の祠へ向かえ。ミラーソード、悪しき光の剣。真実の鏡の祠こそ我が城への入り口。ミラールにこれを渡せ。え、ミラールド。おお、いい天気だな。ピクニックみたいだ。何言ってんだよ、僕たちの目的を忘れんなよ。そういえば最初どこ行くんだ。真実の鏡の祠って書いてあるわ。それがこの旅の始まりなんですね。そうそう、鏡ね。でも暗すぎてよくわかりませんね。ようこそ真実の鏡の祠に続く入り口へ。ん、誰だ。どこにいるんですか。あそこ。我はこの祠の番人ミラード。番人。真実の鏡は心の中の思いを映す鏡。もし嘘をつけば立ちどころに鏡が真実を暴くであろう。嘘なんて俺ついたことないぜ。私も。二人とも本能のままに生きてるって感じですもんね。ならば通られよ、ワコードたち。ガンジラの進む道は真実の鏡が知っている。はーい。仲良きことは素晴らしきかな。いらー。さあ、バカなことやってないで行きますよ。あー、シーネちゃん面白い。もし嘘をつけば立ちどころに鏡が真実を暴き出すであろう。これが真実の鏡？なんだよ、ただの鏡じゃん。おーい、なんか言えよ。こんにちは、私チャチャと言います。おーい。鏡に映ってもチャチャさんは可愛いな。どうせ真実の鏡で僕の心は分かっちゃうんだ。これを利用して告白しちゃおう。チャチャさん、僕お前なんか嫌いだよ。そう、嫌い。俺はチャチャなんて大嫌いだ。そんな。俺はチャチャなんて大嫌いだ。シーネちゃん、今なんて言った。僕何も言ったよ。チャチャなんて大嫌いってね。嫌い。なんで。おまけに顔はつぶれアンパン。ええ、ひどい。シーネちゃん、そんなこと考えてたのね。私信じらんない。所詮お前は遊びの女。よシーネ様。うるさい。もう一つ。よチャチャさん、泣くな。ティーヤさん。あー、なんてかっこいいリア君。いや違う、僕はそんなこと考えてるぜ、マヌケチャチャ。やっぱりそうなんだ。違うんです、チャチャさん。始まったでやんすね。さっきのエモンだすな。はい、
真実の鏡の言うことは本当のことです。しかし哀れでやんす。今度は嘘つきの鏡出すのに。えー、おちゃちゃさん。えー、ちゃちゃに近づくな。僕の話を。ひどいこと言うと許さないぞ。でも俺だってちゃちゃはつぶれアンパンだと思う。だいたい魔法は下手だし間抜けだし。いや、お前の本心しかと聞いたぞ。なんだと、お前だって。でも本心は二人ともつぶれアンパンなのね。ひどいよひどいよ、私のことそんな風に。私リーアもシーネちゃんも大好き。大嫌いだよ。そう、大嫌い。ちゃちゃちゃち、違うわよ。シーネちゃんっていつも私の周りをうろうろしてて鬱陶しいのよね。ほい、シーネちゃんご苦労さん。リーアだってふわふわのモコモコ、暑苦しいだけじゃない。ちゃちゃひどい。僕らはそんな風に思ってない。思ってない。思ってるよ。二人ともパスね。リーアはただの犬だし、シーネちゃんって自分をちゃん付けして恥ずかしくないのかしら。チャチャがどう思っても俺はチャチャが嫌いだな。チャチャは色気のねえガキだ。マリンちゃんの方がタイプだ。チャチャさん、僕はリアとは違う。いつもあなたの、あなたの失敗の尻拭いで困ってます。おりんちゃんの方がタイプだな。別にいいもん。私の本命テラビ先生って夫なん。よしなかなか笑わせてくれるだっす。キャツラはすでに我々の術中。いよいよとどめよ。やっぱり私の方が好きだったのね。嬉しい。違うよ。あんたやっぱりテラビ様を狙ってたのね。いや、どう？ミラード大丈夫だっすか？不覚悟。こいつ案外見かけ倒してやんす。ご心配めさるな。おお。リア君、好き好き好き。うわあ。うん。うん。炎じゃないのか。ほら、マリンちゃん。ほら、あんたよ。だから違うってば。みんな落ち着いてください。我が名はミラード。お前はさっきの鏡のおじさん、大魔王の手先だったんですね。危ないじゃないの。私も何か言いたい。大魔王今よ。ポリアップはできない。できないのだ。そんなことないもん。いいや、シーネちゃん。ブー。二人ともお願い。何言ってんだ今さら。シーネちゃんって愛おしいのよね。いいや、暑苦しいだけじゃない。チャチャさんがそんな人だったとは。何を何を、二人だって行け、ミラーと。あいよ。ユキア、坊よ、ダメね。もはや僕らの心はバラバラです。なんじら覚悟。んでも、でもといえば海、海といえばマリンちゃん。チャチャに代わって我らが出番。あ
の堤防マリンちゃんが出したんですね。マリンマリン天が呼ぶ、地が呼ぶ、ディーヤ君が呼ぶ。セラディ様のためならどこまでも、ディーヤ君のためならどこまでも。我ら星をも貸しまん、美少女コンビ魔女っ子ラブラブペア改め、マーガードプリンセスと貸しますね。マーガードプリンセスと貸しますね。バカ貸しますね。ヨーダ様、あれは一体自分です。じゃあ許すくでやる。おお二人、ちょっと何なのよその名前は。落ち着いて私のこと。そっちこそ漫才じゃないのよ、ダサいわね。第一貸しまし娘は3人でしょ、うん、バカね。何よ、マーメイドだってマナじゃない。もう行けろ。モモンガ忍者降りん、行きます。我が忍法受けてみよう。モモンガ忍法オモボルシー。おー、すごすぎる。素晴らしきかな少女の技、ならば見せよう、ボルシー。おー、なんか他のアニメみたい。ミラーソード光の舞。心を語るのね。ああ、鏡よ鏡、鏡さん、私セラビー様が大っ嫌い。セラビーなんておじさんよ。へえ、ヤッコちゃん、それが本心。そうだ、そういうマリちゃん。私はリーヤなんて大っ嫌い。おほほほのほー。シーネちゃんなんて大っ嫌い。嘘です。嘘つきはあんたよ。みんな嫌いよ、大っ嫌い。シーネもチャチャもリーヤもヤッコもマリンもみんな大大大嫌い。え、お兄ちゃん。ほら泣かないで。私はみんな大っ嫌い。うるさい鏡。私嘘つきじゃない。私みんなのこと好きなのに。おりんちゃん、シーネちゃん信じますよ。私も。俺もだ。本当の嘘つきはこの鏡です。おお。ご名答。あ、しかしもう遅い。いつまでも泣いてんじゃないの。リーヤ、シーネちゃん、うん、私誰が好き。リーヤもシーネちゃんも大好き。俺も。僕も大好き。マジカルプリンセス、ホーリーアーツ。わかんな。ビューティーセレリンアロー。メイントセレリンナビゲーション。火入れてきなさいよ。あなたも光の戦士なら邪悪な心を捨てなさい。我は魔族ミラード。我は鏡、我は光なり。ジャジャ、目をつぶれ。本当です。バカめ、遅い。ちょっと、あなたに光は使わせない。今こそ目覚めん、誠
の光に聖なる光、彼を包め。これはこれだ。真実の鏡も元通りですね。次はどうすんだ。鏡の中をくぐるのだ。はっ。まずは第一関門クリアといったところかな。あなたが大魔王。さあ来るがよい。ゲームは今始まったばかりだ。リーナ、シーネちゃん。あれ、リンゴ組のバラバラマン先生、こんなところで何してるの？そうだ、みんなにも紹介しとかなくちゃ。バラバラマン先生はうらら学園のリンゴ組の担任の先生なの。感激すると肌からトゲが出てくるトゲ肌の持ち主で、その肌で触られるととっても痛いの。いい先生なんだけどな。次回、花坂先生バラバラマン、お楽しみに。